彼らはこれが発生することを知っていた。 こんにちは米国経済解説系兼 YouTube 最大のレバナス専門チャンネルのレバナス一本リンマンです昨日のライブにて解説しましたが CPI が予想より下落しなかったということで市場は大きく混乱することになりましたしかしながらさまざまな情報をつなぎ合わせて見てみるとどう考えてもこれらは意図的に起こされたものであると考えざるを得ませんでした今回の動画の前半はここに関して解説しつつ後半は米国の消費者の経済状況が過去最悪 逆の状態になりつつあるというデータが政府から出てきましたので、そこに関して解説していきたいと思います。こんなことは歴史上発生したことがないほど重要な出来事ですので、米国経済に投資している方々は、これらでっち上げのデータに惑わされないためにも、ぜひ最後までご視聴いただければと思いまます今回の物語はここから始まります。 タイトルとしては、米国のインフレは引き続き上昇し、これにより FRB の利上げ圧力が高まっているというタイトルで、昨日 CPI が発表されましたが、発表内容としては、昨日のライブでも申し上げましたが、1月の名目 CPI は前月比0.5%上昇し、3ヶ月で最も高くなったという結果で、それでもここは予想通りでしたが、予想外だったのは、この2つ目のところですね。 前年同決比は予想を上回ってしまったという内容ですここのタイトルにも書いてある通りインフレターゲットの2%を超えている限り FRB は去年からひたすら引き締めを実行するというふうに言ってきましたしかしながら直近の FOMC でもニューヨークのエコノミッククラブでもパウエル FRB 議長はこの高波的なスタイルを少し崩して 若干ハトっぽくなってたんですねポッポッポーって言ってたんですね金利は25ベーシスポイントあと2回利上げするというふうに言ったんですねその後はこの金利を維持するというふうにおっしゃいましたいつもだったらこれ変ですよねいつもだったらインフレどこまでスムーズに下落するのか次第で利上げ終了時期はその時々の FOMC にて決定するというスタンスからあと2回の利上げというふうに限定的に言及したんですね こんなこと今までなかったんです。なんかあたかも FRB はこれから出てくる指標をすべて手のひらで握っているかのような言い回しでした。えー、これはなんでなんでしょうかもう少し物語を読んでみていきましょう。なぜかあパウエルさんは何かを知っているんでしょうかこ,この文章。えー BLS というビ u r ロ of Labor a s t h 米国労働局が昨日名目 CPI は0.5%上昇した。1月の名目 CPI0.5% 前月比で上昇し、直近3ヶ月で最大の上昇幅になった。で、エネルギーと住居の品目が あまあ、最も上昇して、えー、上昇をけん引、CPI 全体の上昇を牽引していきました。前年同期月比は6.4%でしたという内容で、ここでちょっとまた口を挟ませていただきますが、これはすべて BLS が集計方法を変更したことに起因しています。ここの集計方法を変更したという内容は、CPI 発表前日に、えー、私の動画にてここで解説しましたが、 これは今後1年間にわたって CPI に影響してきますので、もしまだ見ていないという方は、この右上にリンクが出てくると思いますので、そこを見ていただければと思います。この動画の中で CPI が予想より上昇するというふうに言っていましたが、予想より大幅上昇と言ってましたが、まあ、その通りに予想に対して0.2%上昇したと、6.2%の予想に対して6.4%上昇したという結果になりました。でここのの2月13日日動画を幸運なととにご視聴いいたただいてた方からすると昨日の CPI はある程度想定通りだったのかなと思いますただこの CPI の発表の中で最も重要なポイントは私の予想が合っていたとかそんな低次元な話ではなくって前年同月比が6.4%になっていた。 とい、ね、6.4%というふうに言っているんですけれども、これは BLS が出しているんですが、実際の CPI としては、これ出ている6.347なんですね、6.347に対して6.4%と発表したんですね、これ、後ほどあの、まあ、出てきますので、ただそんなことよりも、我々が今、最も気にしないといけない、本当の問題は、今後、数ヶ月において、本当に CPI が安定して下落していくのかということなんですね。 現時点での私の答えはイエスです。少なくとも短期間では下落していくことになりますし大きく反発するようなことにはならないと私自身は考えています。 えー、そ,そっからあ、ここにも、だいたいこの今の動画から21時間前ぐらいですけれども、出しましたが、昨日の動画でも解説したように、バイデンさんというか、このおやすさんですね、ドヤ顔しているこのおやすさん、戦略的石油備蓄をさらに2600万バレルも解放するドヤーっていう感じで行ってきました。で、このテクニカルの観点でも、少しちょっと見ていきたいと思いますが、 これは青が CPI の前年同月比で、昨日発表された6.4%がまあプロとしてますが、まあ、先月の6.5%から0.1%しか下落しなかったように見せかけて、実際はさっきも言ったように6.347%なんですね、ここね。 でまあ、それはちょっといいとして、6.4%発表したと先ほど申し上げました。で、なんで本当にこの後も下落していくのかというところなんですけれども、この赤はガソリン価格の前年同月比を取っています、ここ最近、何が発生したいたんでしょうか、なぜ CPI が想定通り下落しなかったのかですが、このガソリン価格を見てみてください、ここの直近のところ、ガソリン価格は去年の12月ぐらいまではひたすら順調に下落していたんですね。まあ、これは戦略的 石油備蓄のおかげなんですけど、ここ1ヶ月ぐらいはヨコヨコしてるんです。ここここ1ヶ月ぐらいずっと横横してるんですね。 つまり1月、1月の間はずっと横横していました。このチャンネルを毎回欠かさず見ていただいている方は理解されていると思いますが、CPI はほぼほぼガソリン価格が先行して動いています。ですので、このガソリン価格の動きが理解できていれば、今回の CPI はそこまで下落しないという予想ができたと思います。これは私の動画でも何度も言ってきましたが、特にガソリン価格が急激にピークをつけた時、その後でピークをつけました。例えばこの2000年の時そうでしたね、ここね。ここピークをつけてから、 CPI がピークをつけたのは大体ここら辺ぐらいなんですね。まあ、ですので、まあ、大体1年ぐらいは2000年から2000年の2月ぐらいですね。で、ここが2000年の12月なので、まあ、1年弱ぐらいですけども、先行して動いていましたよ。で、ここもあの、まあ、そうなんですけども、 17、こっちの上がっていくタイミングとかですね。ここ、大底をつけたのがガソリン価格で言うと2008年の12月。で、CPI が王族をつけたのは2009年の7月ですので、 まあここもある程度1年弱ぐらいの先行して動いているんですけども、ここはほぼほぼ同じぐらいでしたか、言いたいのはガソリン価格が急落していたので CPI もそれなりに下落していくでしょうということが、このガソリン価格を見ればわかると思います。2008年の時も、2011年の時も、この時もそうでしたね。先にこいつがピークをつけて、赤がピークをつけて、その後で青がピークをつけて下落していくというような、基本的にピークを迎える時というのは、 ガソリン価格が先行して CPI を動かしに行きます。で、そしてこの <laughs> 黄色の部分にも書かれてある通り、えー、そしてこの黄色の部分にもおこうですね、えー、書いてある食料とエネルギーを除いたコア CPI は前月比で0.4%も上昇し、前年同月比は5.6%上昇しました。エコノミストはこの CPI は、えー、このコアの CPI ですね、 エネルギーと食料品を除いたコアの CPI。これは名目のヘッドラインというのが名目ですね。名目の CPI よりもいい指標と見なして,おきまあの見なしています。えーまあ、皆さんご存知だと思いますが、一応説明しておきますが、このチャートをちょっと見てみてください。 えこれは青が名目 CPI で、えー、まあつまり食料品とエネルギーの品目込みで、赤がコア CPI、これは食料品とエネルギーの品目を除去した、除外した指数です。先ほど言って,言ってです。見ていただいて分かる通り、 青がノイズが大きいのに対して赤は比較的安定していることがわかります。これは食料品やエネルギーはその時々の政治情勢や季節変動によって大きく影響されてしまうのでそれらのノイズを除去した赤のコア CPI の方が安定してますよねっていうことがこのデータでわかると思います。ここまでが基礎編でしたが我々が気にしないといけないのは 全体的にインフレがどうなっているのかが重要となります直近の赤線は今下落しているように見えていますが青線の下落幅に比べるとそこまで下落していないということが分かりますこれは先ほど申し上げた戦略的石油備蓄を解放することによりエネルギー価格が下落してたおかげでこれまで順調に青の名目 CPI が下落してくれてました一方で赤はエネルギー価格は入っていないので エネルギーと食料品は除外されていますので考慮されていないので下落が今緩やかになっていると、まあ、これを見てからもエネルギーの下落っていうのがどれだけ CPI を下落 すするるのののに貢献してたのかてのかるとといいうわ思ますそれでも洋服でも車でも何かを製造するときっていうのはエネルギーが必要ですのでエネルギーが下落するということは赤のコア CPI の下落にも少なからず影響する因子にはなりますちなみにこの赤がもっと下落するためにはシェルターという家賃品目がありますがこれが下落する必要がありますここが今ひたすら上昇に転じているのが今の,あの嫌な状況ですね ひたすすら上昇してってっるんですよね。ここが、えー、とコア CPI を上げて、えー、なかなか下げ、えー、させてくれない要因の一つになってきますが、まあ、これがあ後ほどちょっと出てきます続きをちょっと読んでいきましょう、えー、ちょっと下の方行って <laughs> この名目 CPI もコア CPI も両方とも前年同月比では予想よりも高くなってしまって 最近の数ヶ月よ減速はしているんだけどもあのその下落幅が遅くなっているというのが昨日の CPI の発表でしたこの数値は FRB の目標である2%を大きく上回っています で、この数値というのは1月の爆発的ないい雇用統計とあと継続的な消費者の回復力によってインフレ上昇を後押ししてしまっているとだから今後も金利をさらに引き上げその高い金利をしばらくの間維持するという FRB の意向をより強固にさせてしまっているという状況でここまではいいんだけれども最後にこの文書の中で書いてあるのが場合によっては 市場が想定している金利上昇幅を金利以上に高くする可能性がある。 まあ、要は今まで利上げ、えー、これぐらいするんじゃないのっていうふうに言ってたんだけども、それ以上になるっていうことを言っています。これどういうことなんでしょうかというと、これをちょっと見ていただきたいんですが、え、こんなになってんのって思った方は素晴らしいですね。えー、これまであと2回の金利上昇を市場は想定していました。今4.75%ですよね。で、3月22日、約1ヶ月半後に、もう1回、<laughs> 1ヶ月半後 ?1 ヶ月と1週間ぐらいかな。えー、で、えー、5%になります。 で、5月の3日にまたさらに25ベーシスポイント上げて5.25%になる予定でした。 で、今まではこの CPI が発表されるまでは、昨日の CPI が発表されるまでは、ここでも金利を上昇させるのをやめて、えー、高止めするというふうに言っていたんですけれども、なんと昨日の CPI を受けて、やっぱり6月14日ももう一回25ベーシスポイント上げるよということで、最終的なターミナルレート、市場が予想しているのは5.5%まで上昇するという見込みになっていました。ここで問題なんですが、ここまでこの記事を読んでいただきましたが、この記事は本当に正しいことを書いているんでしょう とかこの記事、少し考えていただきたいんですが、この記事の中で、この緑の消費者は依然として強いとかって書いてあるんですね、ここの部分。<laughs> 雇用統計もいい数字を出しているみたいに書いていますが、ブローアウト・ジョブ・リポートって言ってるので、もう爆発的にいい雇用統計ですというふうに書いていますが、本当なんでしょうかそれとも以前の動画で出したように、BLS が 計算前提を変えて、季節変動係数などを変更してしまったり、CPI のウェイトを変更したことによって、まあ、これが何か関係しているんでしょうか、答えは後者の方で大いに関係があります、どういうことなんでしょうか、もう少し読み進めていきたいと思います。えー、CPI レポートの詳細を見てみると、シェルター、つまり賃貸の上昇が前月比の上昇を大きく牽引し、上昇のほぼ、almost half おもすハーフ e ブ rise ほぼ半分を、前月比の上昇0.5%の半分を占めているという結果になっているんですね。それほど、このシェルターっていうのが非常に今大きく上昇している。ここ数ヶ月のディスインフレの主な要因だった中古車価格は7ヶ月連続で下落したんですね。えー、エネルギー、えー、と、その7ヶ月連続で下落して、エネルギー価格も お7ヶ月連続で下落して、えー、エネルギー価格もお3ヶ月ぶりに上昇しましたと。<laughs> で、これは戦略的石油備蓄を止めた影響ですというふうに昨日のライブでも中で言いました。で、えー、もう少し。<laughs> えー、CPI 指数全体の約3分の1を占める、えー、3分の1を占めるシェルターが あまあ、つまり家賃の費用ですね、それが、ね、0.7%、ごめんなさい、えー、っとそうですね、0.7%、先月、1月は上昇しました。えー、これちょっと CPI、実際どうなってたのかって見ていただきたいんですが、えーまあ、この、ね、シェルター、これかなり上昇してるんですよね、これがウェイトという形で、えー、非常に大きく。 えー、このハウジングのところはね CPI でも PCE でも、まあ、約3分の1ぐらいを占めています、えー、CPI は3分の1以上を占めているっていうことなんですけどもこのシェルターの部分もう少し細かく見てみると大きく分けて、えーまあ、2つか3つぐらいに分けられるんですねレントプライマリレスデンスかオーナーズエクイバレントレントプレスデンスっていうふうに分かれていて <laughs> 今回の CPI を押し上げた要因であるこのシェルター、つまり賃貸の数字なんですけれども、これ、このチャンネルを昔から見ていただいている人は理解されていると思いますが。 このオーナーズ・イクイバレント、ここが0.7%も上昇して、まあ、全体としては0.8%上昇してるんだけども、この2つが一番大きな要因なんですね。これらが0.7%、0.7%というふうに上昇しちゃっています。まあ、こっちのローチン・アウェイ・フロム・ホームも1.2%上昇しちゃってるんだけども、基本的にはここにちょっと注目していただきたいんですね。このオーナーズ・イクイバレント・レント・ブ・レシデンスはこの昔、このチャンネルを昔から見ていただく方は分かっていると思いますが、完全なでっち上げな 数字なんですこんなことを言ってるユーチューバー僕だけだと思いますが皆さん CPI を押し上げたこの賃貸の数字の意味を理解していただきたいんですね賃貸というのはそもそもこのレント・オブ・プライマリ・レスデンスとオーナーズ・エクイバレントのがほとんどの割合を占めているんですがこのオーナーズ・エクイバレントレートこれは CPI を出している BLS も認めてるんですが、これは計算できない数字なんですね。じゃあどうするか。昨日のライブでも言いましたが、この数値を出すために BLS はどうやってやるかっていうと、こうやってるんですね。BLS は、ま、ああの、まあ、実際には下請け業者を使っているんですけども、この BLS の組織体として、個人の家に電話します。で、電話して、まあ、電話しまくって、そしてこう聞くんですね。今、あなた、 あとても物価が上がってるんだけれどももしあなたの家を貸すとしたらいくらぐらいで貸しますかっていう質問するんですねそうするとあなたはこう答えるんです、えー、そうね最近卵もお肉も高くなってるしガソリン代も高くなってるしちょっと高く水もって20万ぐらい家賃としてもらえれば賃貸に出すかもねみたいなことを言うわけでもうすごく適当なんです、まあ、そうすると BLS は こっちの人たちは、はい、20万円ですね。結構高いですね。でも分かりました、ガチャなんですね。これが実態なんです。こんな原始的なことをやっているのが、この、えー、オーナーズエクイバレントレントなんですね。ここがすごく家賃に、えーまあ、注目されてあの、占めているんですけれども、これが CPI の実態、CPI を依然として高めている数字なんですね。もう少し読み進めていきましょう。 え、ここの部分。え、住宅指標の計算方法が原因で、リアルタイムの価格変化と政府統計との間にはかなりのタイムラグがあります。まあ、この時点で、え、もう今の実際の数値とは違いますよって言ってるんですけど、ここを理解しておく必要があります。今、住宅価格はかなり昔の指数なんですね。この時の BLS のデータは、特に住宅価格に関しては、最新データではないということを言ってんです。このシグニカプカウントラグ、タイムラグがあるんです。で、さらに、 1>, 1月のレポートでは、CPI のレポートでは、アメリカ人の生活習慣をより正確に捉えるために、この CPI を計算する上での各品目にウェイトがかけられているんですけど、このウェイトが変更になりましたということが書かれています。シェルターつまり賃貸は 現在、インデックス全体に占める割合が非常に大きくなっているというふうなのは先ほども申し上げましたが、中古車の割合は小さくなっているんですね。えー、要すするに彼らはこの数字を出す という,こう、この数字が出るということは、まあ、政府側は事前に理解しているんです。BLS が CPI の数字をいじって、それぞれの品目にかけるウェイトを変更すれば、好きな数字が出せれるんですね。なんでこんなことをするんでしょうか。なんで米国は消費者が依然として強い。さっきの緑の部分。 なんでこんなことを言うんでしょうか雇用統計も強い。そして消費者も依然として力強い。雇用も、えーまあ、失業率も全然低い。そして、ウェイトを変更してまでもインフレが依然として高いということを言って何がしたいんでしょうかこれは全て FRB の金利を上げるためなんですね。政府も FRB もインフレの再燃を何よりも恐れているんです。確かに今のインフレっていうのはとんでもない状況になっているんだけれども、過去遡ってみると、 ここんんなことが起きてたんですね。1970年代この1970年代に発生したことだけは今は絶対に発生させたくないんです政府も FRB もこのインフレの再燃っていうのを1回発生して 抑制しししたんんだけどももうううう回発生しててしまとというよようなことを何よりも恐れてるんですインフレの再燃っていうと、1970年代をこう思い出すんですけど、この時、ポール・ボルカーさん、元 FRB 議長のポール・ボルカーさんは何をしたのかご存知でしょうか。このグラフを見てみてください。これ、先ほどの青が CPI、赤が今度は FF レート、フェデラルファンドレートですね。政策金利を出しています。というか、これ、上げざるをも得なかったんですね。金利を上げざるを得ない状況まで。 え、金利をインフレ以上に上げてたんです。もう上げざるを得ない状況だったんです。それ、そこまで米国経済は追い込まれていたんです。ただそこに行かせるまでに、なんとかそれだけを回避したいと。と それだけは返して、まあ、その気持ちはわかる。だから、金利を高くする口実を今探してるんです。だから、消費者は強いんだから、まだ金利上げれるよねっていうことを市場と今対話しているのが、このやり方なんですね。えー、ウェイトをかけてまで。そして、えー、賃金もまだ非常に強い。労働市場非常に強い。で、政府も実際は雇っているんですけども、 まあそういうことで、移民を多く受け入れたり、移民っていうのは基本的に仕事がないと受け入れられないので、移民を多く受け入れて失業率を意図的にあの低く見せたりとか、いろんなことをやって、そ,その結果として、このインフレの再燃っていうのを抑えに行きたい。そこはまあまあ、正直分からなくはない。でも、実質のインフレが本当に上昇したら、このウェイトまた変更すれば、低くすればいいよねっていう考えなんですね。こうやって我々は、彼らの手のひらの上で踊らされているんです。でも 問題は、本当の問題は、消費者、本当に強いんでしょうかというところ。ここが一番の問題なんです。今見てみてください。貯蓄率。 ここですね、今の消費者の貯蓄率、過去最悪の水準ですよ、リーマン・ショックと同じぐらいのところまで来ている、貯蓄率が歴史的に最低の水準、それでも雇用がまだ順調なので、例えばパートが増えてきているので、収入はなんとか増えている状況、でも、それがここ最近、また下落してきたというニュースが出てきました、このニュース、えー、といつものゼロヘッジのニュースですけれども、この家計の収入が1.3%も今、急落してきているんですね。えー ここ最近ちょっとその雇用統計も順調だったので上昇してきてたんですけどもここ最近になって一気にこの収入の成長率が下落してしまったと。 あのまあ、そういうようなニュースが本日出てきました。これ、今日のニュースですけれども、えーまあ、家計の収入が1.3%も下落してしまっているというニュースなんですが、果たして収入はどこまで持つんでしょうか、言葉を変えると、雇用はどこまで堅調にいられるんでしょうか。ここが一番の問題なんですねもうだって みんなお金ないんですよ。貯金できてないです。だからみんなクレジットカードで借金しまくって生活費の足しにしているような状況。でもそれに伴ってデリンクエンシー、つまり支払い遅延がどんどん今起きている状況。そんな中でどこまで消費者が耐えられるのか。そのヒントになるのがこのグラフ、最後のチャートになります。で、ここは青がイールドカーブですね。で、このクレジット線よりも下にあるのが逆イールドです。で、赤線は ああ、失業率を表しています。まあ、これは単純に上昇すれば失業している数が増えているよということなんですけど、問題はこのリセッションの中で失業率は急激に上昇していくんですね。このようにリセッションの中で失業率は急激に上昇する。で、そのタイミングが重要なんだけども、この逆イールドが解消して、その後で順イールドになっていくこのタイミング、あ青線が黒線よりも上に行くタイミングで失業率は上昇していくのが世界の経済の あのメカニズムなんですね。毎回そうなんですよ。逆イールドが発生して失業率が上昇していく。この過程をリセッションというふうに定義してるんですが、リセッションの中では株価は大きく下落していきます。で、今どうなってますか逆イールドがどん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 そこを掘りに行ってるんですね。で、失業率は、だからさっきも言ったように失業率が上がるタイミングっていうのは逆イールドが解消した後じゃないと上がらないので、失業率はまだまだあー低水準をあの我慢していると。これが 上がっていくタイミング。それは逆イールドが解消した後でしか上がらないですね。まあ、今回は、まあ、この今回の CPI の結果は、事前に政府や中央銀行など上層部ももちろん知っていたし、今後もスムーズに利上げを実行していくために、先月、季節変動係数を変えてでも、ウェイトを変えてでも、インフレを高く見せているという状況。まあ、これはあの、詳細見たかったら、この、えっ、ー、と、2月13日の動画、見ていただければご理解いただけると思いますが、 まあ、とにかく今、インフレを高く見せつけている状況。だけど、これをもってソフトランディングになるというのは大きな間違いなんですね。これ以前、えー、と昨日かな、あ動画で出しましたが、ノーランディングの可能性がある。ソフトランディングでもなく、ハードランディングでもなく。 ノーランディング、つまりひたすら金利を上げていかないと、このインフレは落ちないというような事態にあの落ちてしまうかもしれない。彼らはこのランディングのタイミングを来年の大統領選挙の後に発生するように設計しているというのが今の段階なんですね。本当にこれがうまくいくのかどうかは、あこれからの FRB の舵取り、それから CPI 次第になっていくんですが、本当にここら辺の特にこのシェルターの部分、ここ,こ,ことエネルギーの部分、えー、当分、 CPI は大きくは反発しないと言ったのは戦略的石油備蓄をどんどん放出してるからなんですね。これ半分まで今来ちゃってるんですけども、一時期7億バレルぐらいまであったのが、もうすでに3.5、その半分を切ってるんですよね。3.5、3億5千万バレルかを切る状態までいっちゃってるので、 これちょっと古いデータですけど、これ4月の、去年の4月しかないんですけども、今、3億7200までいってますので、3億7100を切って、えー、まあ半分ぐらいまでいってしまうということになってくると、これは戦略石油備蓄を始めた時以来の最低水準になってしまいますので、本当に何かがあった時、特にロシアが何かを仕掛けてきたとか、中国が何かを仕掛けてくるとか、台湾に仕掛けてくるってなった時に、本当にエネルギーが必要になった時、 これはアメリカは持つんでしょうか。まあそういうリスクをしっかり理解した上で、これからの投資戦略を考えていっていただきたいと思います。2600万バレル、本当に放出している場合なんでしょうか。これはもう昨日も言いましたが、あもう来年の大統領選挙のためだけにやっている、まあ、負けると負けをアップップの状態になっているという状況になっています。ということで今回の動画は以上となります。それではみんなで資産を爆発的に増やしていきましょう。 メンバーシップもやってますのでもしチャンネルを応援していただける方はぜひ参加してお待ちしております。それから今回の動画がいいなと思った方はぜひ高評価をお願いいたします。ムーム証券もやってますので海外ニュースが見れる今回のニュースとかが見れるうー、まあ、分析の仕方は私が勝手に言っていることですのでそこまでは載ってないですけども海外ニュースが見れる証券講座ムーム証券もこれ見れますのでもしよろしければやっててください。それから初めての資産運用、ビコミさんが出している無料の書籍をもらいます。ここもおすすめです。それからこれからこ 大きく動くタイミングですのでその時には金利が動くということは可能性も大きく動いていくですので DMM.com 証券松井証券 FX もおすすめですそれからレバナスを買うならここということでマネックス証券も置いていますということで今回の動画は以上となりますそれではみんなで資産を爆発的に増やしていきましょうご視聴ありがとうございました終わります